これをさばきたいと思います。お作りにします。鱗を剥がしてみます。写真入ってない。入ってるでしょ、うん、食べれる？多分。こんにちは、あーちゃんとうーちゃんのバーバです。よろしくお願いします。よろしくね。今日ですね、魚をいただいたんですよ。今からその魚をさばきたいと思います。すごい黒です。これをさばきたいと思います。お作りにします。鱗を剥がしていきます。鱗じゃない。魚の体を守ってたのかな。取ってきた？真っ白くない。ちょっと黒白だね。うん、魚食べれる？食べれる。これ何かな？これ黒。黒、うん、裏をするよ。裏もあるよ。裏もある。取れました、鱗が。すごいことになってます。わ、やばい、鱗満タン大量。ねえ、鱗洗わなくていいの？うん、あまりね、魚を洗ったら魚がね、丸くなっちゃう。だから、今度は綿を取ります。お口のこのエラのところにね、包丁入れます。うわ、ほら、こんなでっかいマコ。マコ美味しいんだよ。マコも食べたことない。バーバー、あれみたいね。魚のお医者さんみたいなね。なんでよ。マコが。こっちも卵だ。ほら、きれいに取れた。これからは今度洗う。おいしくいただきましょう。わあ、おっきいね。うん、じゃあ切るぞ。なんか白い。白いね。白い魚、一回食べたこと。骨に当たってる音がしてるでしょ、うん、骨に当たってなかったら、骨に当たってなかったら身がいっぱい骨にくっついてるってこと。身って、このほらお作りにする方。はい、片一方取れました。しなきゃ。何を？猫の手。ここでは猫の手はできない。ここで猫の手。魚だから。そうです。いろいろな魚。ああ。いろいろな魚。ああ。いろいろな魚。ああ。大丈夫大丈夫。これはまた。洗う。うん。よし、できました。それどうする？パパたちに食べさせようかと思って。ね、で
ば包丁がないもんだから。ここにね、ここにほら白いところがあるでしょ、うん、ここに合わせて包丁入れたらね、ほらすごい。ここに合わせて、ここ、ここにこう白いところがあるの。ほら、わかる？で、こうやって、ダンダンダン、こういうするとき怖い。なんだ？はい、ここ。マグロみたいだね。これをこれにして切ってくる。あ、それは食べれるかも。多分食べれる。多分大好きって聞いたかな。できました。イエーイ。それじゃあ早速味見をしていきたいと思います。ママ、めっちゃ上手だったね。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいな。また次の動画で会いましょう。